あ、ここは札幌国際。札幌国際スキー場です。わざわざ来ていただきましたんで、まあ、あの吉田プロの YouTube にも出させてもらったんですけども、まあ僕の視聴者さんはほとんどが多分吉田プロのチャンネル登録者だと思うので、そんなことで皆さんよろしくお願いしますよということで、もうキャラクターもすごくいいですし、あの非常に上手なので、まあ僕はコブっていうところでやらせてもらってますけど、コブも上手な先生ですし、成長はもちろん、オンラインスクールもたくさん生徒さん抱えているというところの、スーパースキーヤーですね。まあそういうスキーヤーの滑り、ちょっとこうフリーターン、フリーカスト、はい、ちょっと取らせてもらえるということですので、まあ皆さんちょっと参考にしていただいて、はい、酒のね、魚。そうね、皆さんなんか結構飲んでる時に、あのエムズスキーサロンとか、はい、タライカーさんのチャンネルとか見ていただいてるみたいですよ。なるほど。はい、いいネタですね、じゃあね。はい、酒のお供によろしくお願いします。ですね。吉田をぜひ。ぜひぜひチャンネル登録と、はい、オンラインスクールぜひお願いします。ということで、はい。じゃあ早速滑っていただきたいと思いますんで、僕は後追いでいきます。よろしくお願いします。はい、さすがっすね。立ってるだけでも声かけられちゃう。ありがたいです。でもありがたいですよね、本当にね。いやーね、僕はまだその次元に達してないからあれだけど。いやいや、なんかだって撮影してる時とかって、だって1人とか、まあ多くても2人3人じゃないですか。そうですね。だからその画面の奥に何人いらっしゃるかとかって想像できないから。あー、こっち側ね。そうこっち側。そこあなたですよ。そう、想像できないから、うん、いざねこう声かけていただくと嬉しいですよ。届いてるんだなと思います。あ、そうですね。そう、ありがたい。まあ正直こっちを知らない方々だから、うん、余計そのね、知らない方に届いてるっていうのは嬉しいことです。そうです。ちょっと頑張って発信していきましょう。スキー業界、はい、盛り上げていきたい。僕もなんとか。あと、そのコブと、うん、整地の小回りとの共通項というか共通点としては、うん、コブってやっぱり当たり前ですけど、こういうふうにこう凹凸あるじゃないですか。登るところと下るところっていうのがある中で、こう整地滑ってる時にあのスキーこうやって振ってもなんとなく小回りってできると思うんですけど、はい、それだとそのまんまの技術でコブ入るとこの凹凸にこうちょっと体がびっくりしちゃって、うん、うまく滑らないと思うんで、なんとかこの整地の中でこの凹凸をこう感じながら滑れないかなっていうことをこう考えてるんですけど、そういうのをこう考えた時にスキーってやっぱりこう横に向かってる時間よりも縦にこうやって落ちていくところの方がこうやって、そうですね、急に差し掛かるじゃないですか、うん、はい、ってことは実際は平地なんだけどターンしていく中においてはわずかにこういうこうシャドウ変化を感じながら滑ってるんだろうなっていうふうに気づいた時に、ちょっとこの整地の中でもそのこうシャドウ変化を感じながら滑るとうまくこうなんかコブでも活用できてる感じがして、特にこうスキーが横に向いたところから下に向かうよっていうところでお尻ちょっと一旦上げて、でまた向かっていくよってところから、それでちょっと前に行く、そこから前に行く、うん、そこから前に行くということで、横に向いてるところからこの落下する瞬間で、はいはい、斜面に対してこう一回まっすぐ立ちに行くようなイメージを意識しながら小回りすると、その技術ってまんまこうコブでも使う部分あるんで、結構こうためになるかなと思いながらやってます。ちなみにその腰の引き上げっていうのは、うん、ある意味その罰重ではなくて、力の重さはあまりこう抜くというか、あ、加減をするニュアンスではなく、そうですね、もうむしろちょっとこう重さをまあちょっとこう乗せにいくというか、落下するものに対してこうついていくような形、はい、例えばなんかシャドウがこうあった時にこっちの方向に立ち上がると罰重になると思うんですけど、うん、
シャドウに対してまっすぐした方向にパッて立ち上がっていくと、はい、落下していくところとか力が釣り合ってくるんで、うまくこうスキーの圧感がこう抜けないまま一緒にこうやってこう、はい、落ちていけるというか、バーティカルだから足場があって、うんうん、恐怖心感じないかなと思って。なるほど、これ参考になりますね。はい、ぜひいいと思います。まあ皆さんこう見てる方もあの参考にしていただいて、バツ重ではなくてポジショニングっていう部分の、まあその谷方向、ここポイントっすよね。そう、受けたところからこっちにこうやって伸び上がると、うんうん、スキー落下してくんで置き去りになっちゃうし、ね、そうですよ、怖いじゃないですか。はい、だからそこからスキーが落ちてく方向に一緒についていってこう落下して、そういうイメージです。そうですよね。はい、はい、非常に分かりやすいです。僕も勉強になりました。ありがとうございます。エムズスキーサロン、はい、YouTube チャンネルですね。ぜひ。それとエムズスキーサロンネクストがオンライン作れる。そうですね。はい、あと天下の米どころ、米どころ、はい、お店もやってるし。やってますんで。いろいろ多岐にわたる。いろいろやってるんで。やってるんで。あ、北海道お越しの際は、まあ、ちょっとコロナっていうのもあるので、うん、落ち着いたらもう本当にね、はい、ぜひぜひ、すごくいい環境で、レッスンもしてくださると思いますので、ぜひお願いしたいと思います。はい、では一旦吉田プロからのワンポイントレッスンでございましたので、またこの続きは吉田プロのチャンネルでも僕がね出たりもしてますし、ワンポイントアドバイスさせていただいている部分もあるんで、お互いのチャンネルちょっとこうね見ていただいて、この日2人がこんなことやってたんだっていうのをちょっとこう確認していただくと面白いかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。